Adobe Dreamweaver はデスクトップのコンピューターだけでなく、スマートフォン、タブレットといったあらゆるデバイスに向けて標準ベースのウェブサイトの制作を行うウェブオーサリング編集ソフトウェアです。グラフィカルな操作によって簡単にウェブページを作成できるだけではなく、ハンドコーディングに対する強力なサポートによって作業量を軽減し、素早くウェブページの構築を行うことができます。ウェブサイトを制作するには、まずサイトの定義を行います。サイト設定ダイアログボックスはとてもシンプルです。ローカルのサイトを設定するだけで作成を開始できます。ようこそ画面の新規作成の一覧から、これから作成するファイルの種類を選びます。あるいは、詳細情報をクリックして、新規ドキュメントダイアログボックスを開きます。新規ドキュメントダイアログボックスでは、ページタイプやレイアウトを指定して作成を始めることができます。こちらには、HTML5 のレイアウトも用意されています。ダイアログの右側には、ドキュメントタイプのリストがあります。ご覧の画面では、XHTML1.0 トランジショナルが選ばれていますが、リストから HTML5 を選ぶこともできます。ドキュメントウィンドウはタブ形式になっており、同時に複数のファイルを開いて作業を行うことができます。ドキュメントウィンドウの右側にはさまざまなパネルがあります。ファイルパネルを確認すると、このように先ほど定義したサイトが選ばれています。HTML ファイルをダブルクリックします。このようにドキュメントウィンドウに新しいタブが追加され、選択した HTML ファイルを開くことができました。ドキュメントウィンドウにはドキュメントツールバーがあります。そしてこちらにコード、分割、デザインと3つのボタンがあります。Dreamweaver ではグラフィカルな操作によるデザイン、あるいはコーディングのどちらの方法を用いることもできます。そしてそれらをシームレスに切り替えながら作業を行うことができます。現在ご覧の画面ではデザインビューが開いています。実際のウェブブラウザーで表示されるレイアウトと近いイメージで作成中のウェブページが表示されます。デザインビューではグラフィカルな操作によりページに要素を追加してデザインを行うことができます。パネルに用意されたボタンやメニューなどを使って目的の要素を選び、簡単な操作でページに追加します。コードをクリックするとコードビューが開きます。コードビューではコードヒントを用いて効率的にコードの入力が行えます。コードの一部分を入力するだけでコードヒントというコードのリストが表示されます。入力を進めるとリストが絞り込まれていき、目的のタグや属性の入力を素早く正確に行うことができます。ソースコードとページのビジュアルを同時に確認したい場合は、分割ビューを用います。分割ビューでは、コードとページのビジュアルを同時に確認しながら作業を行うことができます。例えば、デザインビューでページの要素を選択して編集を行います。すると、リアルタイムでコードが生成される様子をコードビューで確認できます。逆にコードビューでページの要素を選択して編集を行います。デザインビューに戻ると、その変更内容が更新されます。そして、実際のウェブブラウザーと同じ状態でビジュアルを確認したいときは、ライブビューを使います。ライブビューでは、サファリや Google Chrome といったウェブブラウザーと同じレンダリングエンジンである WebKit を用いてページのレンダリングを行います。つまり、ライブビューでは実際のウェブブラウザーと同じ状態で表示が行われます。Dreamweaver から離れることなくプレビューを行うことができるのです。そして、Dreamweaver CS6 では、ウィンドウサイズを簡単に切り替えて確認できます。ステータスバーのアイコンをクリックするだけで、モバイルのウィンドウサイズ、タブレットのウィンドウサイズ、デスクトップのウィンドウサイズに素早く切り替えることができます。レスポンシブなウェブデザインのために大変便利な機能です。このようにそれぞれ OS や Web ブラウザー、解像度の違うデバイスに対して一つの HTML で柔軟に対応するというのがレスポンシブウェブデザインの考え方なのですが、その際にメディアクエリーを使用することによってそれぞれ違う解像度に合わせた CSS をデバイスごとに切り替え適用させることができます。適用させたい HTML を開き、修正、メディアクエリーを選択します。タブレット、モバイルなどといったデバイスの説明を入力する詳細と表示の切り替えのきっかけとなる最小幅と最大幅、適用させる CSS を簡単に設定することができます。Dreamweaver CS6 では、それに加えて新たに追加された可変グリッドレイアウトの作成により、グラフィカルな操作によって簡単に各デバイス向けのスタイルシートの設定を行うことができます。また、強化された HTML5、CSS3 のサポートや、新機能の jQuery モバイルパネル、フォーンギャップの機能強化によって、モバイルプラットフォームに向けた Web デザイン制作に対しても、コードを記述することなく、最新版の Web 基準に沿ったコンテンツの提供を簡単に行うことが可能となりました。CSS や JavaScript といった関連ファイルへのアクセスも簡単に行えます。ドキュメントのタブの下に関連ファイルツールバーが表示され、クリックして切り替えることができます。また、デザインビューから直接目的の CSS のルールへとアクセスできます。クリックして少し待つと、インジケーターが表示されます。インジケーターをクリックすると、コードナビゲーターが表示されます。コードナビゲーターでは、カーソルのある箇所の要素に設定されている CSS のルールの一覧が表示されます。コードナビゲーター上で CSS ルールへのリンクをマウスでポイントすると、そのルールのプロパティがツールヒントで表示されます。そしてクリックすることで、コードビューで CSS を開き、目的のルールへとカーソルを移動させることができます。このように、デザインビューによるビジュアルな操作と、コードビューでの効率的なコーディングをシームレスに行い、ライブビューでプレビューして仕上がりを確認します。ページが完成したら、リモートのサイトへのアップロードを行います。ファイルパネルで展開のボタンをクリックすると、ファイルの転送が行いやすいように、ファイルパネルを大きく表示させることができます。リモートサーバーの設定が済んでいれば、リモートサーバーに接続をクリックすることで、アップロード先のリモートサーバーとの接続が行えます。ローカルのフォルダーに、フラッシュプロフェッショナルの FLA ファイルや、Photoshop の PSD ファイルなどのアプリケーションのネイティブファイルも保存している場合は、クロークを使うと便利です。クロークを設定することで、サイト全体をアップロードしても、設定したファイルをアップロードの対象から外すことができます。また、クロークはファイルの拡張子をあらかじめ設定しておくこともできます。サイト設定ダイアログボックスの詳細でクロークを選び、ファイルの拡張子を入力しておくと、個別にクロークを適用することなく、アップロードの対象外とすることができます。そして、ルートフォルダーを選択し、ファイルをリモートサーバーにプットするをクリックすると、アップロードすることができます。このように、サイトの定義、ビジュアルなページのデザイン、効率的なコーディング、関連ファイルの編集、ページのプレビュー、リモートサーバーへのアップロードと、ウェブサイトの制作から公開に至る一連のプロセスをDreamweaverで行うのです。